まあ、口の悪い尻ぐらいね、思ってた方がいいですよ。はい、ええー、こんばんは、岡田です。ええー、今日の個別コンサルは若い方ですね。ええー、スクーラー君です。ええこんばんは。こんばんは。んんはよろしくお願いします。いますはい、よろしくお願いします。うん、ええー、スクーラー君は今回初めての個別コンサルということで、はい、えー。ちょっといろいろ書いてくれてるんで、えー、読んでいきたいと思うんですけど、ええー、お話聞きながら進めていきますが、 小学校の頃は女友達がいて中学の時はモテてる方でした。うん、で、かなり多くてで、えー、男と女の関係になるということはなかったです。えー、っと、これはどれぐらい奥手てですかえっと、もう自分から何か誘うっていうのはほとんどないぐらい。うん,うん、うん、それは何でだろう断られるのが怖くて。ええー、なんか、うん めちゃめちゃ性欲ずっと強かったんですけど。小学校から。はい。ああ、いいね。俺と一緒だね。<laughs> うん、で、その妙にいろいろ想像しすぎちゃってたのかなっていうか。へぇー。自己にしすぎちゃうみたいな。<laughs> もう、自分は女子だみたいな感じか。<laughs> そうそうそうですね。<laughs> もう、白口中、そればっか考えてるってか。もう、めちゃめちゃ。 うんうんうんじゃあもう,う,う、はい、ぶっつり奥手みたいな感じだねあそうですはいで高校では、えー、学年でトップクラスの子と仲良くなって、えー、好きになってし大好きになってしまう追っかけ続けたのですが、えー、心理全く読み取れておらず、えー、振られまくり気まずく辛い時期があったと、うん、高校時はこれ彼女とかはいたんですか高校彼女は、うん、あいなかったですああ付き合えなかったんですねはい じゃあもうずっとそのとびきりの子だけって感じだったんですかね。うん、はい。はいで、えー、サッカーをしていたのですが、えー、変にプライドが高く周りは接しづらく感じていたと思います。今よりちょっとキャラ違ったのかなじゃあっ。はい、だと思います。なんか、うん、やっぱいじられたりするのもちょっと。 嫌なふうに感じてて、うんうん、まあ全然嬉しく感じるんですけど、うん、なんかうまく、うん、そうですね、プライドが高かったなってう。まあ若いうちはね、そうですよ、はい、みんなねで、はい。で、そこから初体験をして、えー、バイトの先の生徒さんということで、で、それからいろいろ関係を持ったりして、その中の一人と。 結構長めに付き合ったっていうことなんですけど。うんはい、で、同棲してたんですね、反動性みたいな感じ。そうです。でメンヘラー気質で束縛が激しかったってことなんですけど、<で>えー、どんな束縛結構されましたもう、そうですね、連絡返さないとか、なんか、まあ、他も怒ら,ま怒られる、すごい拗ねて、うんうん、めんどくさいなって、うん,うん。 最初のうちはね、新鮮だけどね。あ、そうでした、そうです、うん。で、だんだんうんざり。12月ぐらいにうんざりしてきたんですかね。あ、はい。<laughs> そうです。もう、なんとなくであってみたいな感じで、が気 <laughs> みたいな。はい,はい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 。で、えー、そういう感じまあ、ただいろいろそれでも学んだりして、はい、でそっから、えー、クラブ通いとかしてたんですね。あ、しました。はい。で、ストリートのナンパとか。 その時はどんな感じだったんですかえっと、もう手当たり次第、ううん、うんこんにちはって言って、うん、なんか遊ぼう、飲もうみたいな。うんうん、もう数打ちまくって、うん、うんまあ、仲良くなれたり、なれなかったり。はいって感じですかね。はい、はい。で、そこから、えー、TV に入ってって、えー 岡田さんからのサポートをして、そこまでそこそこいけてると思っていたプライドがずたずたになり、かなり自信を失いましたって、ひどい男ですね。<laughs> ひどいやつですね。いや、ありがたいこといやいやいや、ね、自信があったのに、そこがあってしまった。<laughs> <laughs> <laughs> で現在は普通に生活する中で出会った女性に対し、特別なことはしなくてもきちんと身だしなみを整え、当たり前のコミュニケーションをすることで、拒絶されることは全くないですし、親しい関係になったり、優しくしてもらったりもできています。その今、今、女性との関係作っていく中の、その彼女たちのレベル自体はどうですか、うん、上がってますあ、そこが、う,ん、うん、正直。うん んあんま上がってないのかなんうん、うん。その高いレベルの子になるとまだ萎縮しちゃうでしょ。あはい。そうだよね。自分,自分でも分かるぐらい。スケベ心が先に来てね。そうですね。<laughs> やばいやっ,っちゃう,うん、うん。問題はそこだね。うんうん、で、えっ、ー、と、友達とた,たまにクラブに行った際は。 ああいいなと思ったこと、男女の関係になれることができました。ああ、書いてくれてるね。しかし、うわっと驚くような本当に男が、うん、本当に男が好きそうな美人かなということかな<ー>えー、に対しては拒絶されることはなく、なかなか親くしくなれず、えー、何が足りなかったんだろうな、と反省することがあります。ということですね。うん、はい。なんで、まあ、あれですね。あの、自分がいける大丈夫な女の子に対してはうまくいくんだけど、うん そのレベルを上げていかなきゃいけないというところですね。あはい。はいで、えー、やりたい、えー、目標、聞きたいことを最終目標で、まあ、最終目標は誰もが羨む美人と関係を持つ。うんで そのためにやるべきことは、えー、コーテコースタルを通じて優位性を上げていきます、えー。それから街中で見かける普段の生活であのような美人に対して自然なアプローチをしていく、見るっていうことだと理解していますと。ここは合ってます。で、しかし、えー、岡田さんからのサポートは心が本当に痛くなる厳しい言葉をいただくので、怖い街中のでのアプローチも慣れないことなので不自然になってしまい、ひどく拒絶されるのではないかと怖いと思ってしまいます。どうしていけばいいでしょうかこれまたひどい男ですね、これね。<laughs> えー、一つ二つあ選択があるんですけど、本当、はいえー、に悪いところを、まあ、そうつなえ伝えずにソフトに忖度して伝えられるのと、本当、うんうん、に悪いところをそのままズバッと言われるのと、はい、どっちがいいですかえ、ズバッと言ってもらいたい。うん ズバっと言わないと、多分信用ってなくなると思うんですよね。スクーラー君から僕の。あはい、あ生徒さんから僕への信用がなくなると思うんです。僕、そこを忖度して、人によって言い方を変えたりとか、言うときと言わないときとか、うん、あとその人の性質ですよね、を見ながらこう優しくしたりとか、うん、本当は言うべきところを言わなかったりっていうふうにしちゃうと、これ、9800円いただいている取引になってないんですよね。 でね、ちょっとあのスクラークがそこをネックに育たなくなるのはもったいないんで、はっきり伝えておくとですね、はい、まあ、口の悪い尻ぐらいに、ね、思ってた方がいいですよ。尻 <laughs> <laughs> <ー>うん。あの<ー>結局、僕のサポートを使っていくにあたって、結局自分の答え合わせをしていくわけですよね。で、ね、そこで悪いところを見つけて、ここがこうだから、これが改善点、こういうふうにしてくれ。でここは もうちょっと自分で考えてごらんっていうその考えた方が育つ時ともう時間もったいないからズバリ言う時とそれは使い分けるんですけど、はい、あのその言葉の強度って結局どれぐらいやばいよっていう物差しなんであのあ<ー>そういう基準で、はい、受け取ってもらうっていうのが一番いいです。うん、ああなるほど。そそ、うんうん、そうそうそうで<ー> あの結局、サポート厳しいのって一つはやっぱり打たれ強くなってほしいっていうのがあるんですよ。これはあの日本人男性みんなにね、あまりにもこう過保護に育って、でももう過保護にできる国じゃないのに、うん、あまりにもこう過保護になっているので、そのはい、本当に悪いところを誰も指摘しない世の中になっちゃってるんですよね。<ー>うん、なんで、それを指摘するっていうのと、あとはやっぱりこう、うん、早く、時間が短く、 なけれあの早く育ってほしいっていうのがあるので、うん、あのやっぱ強い言葉って心残るんですよ。だけど、そこを結構丸く言うと、本人ねね、はい、気づかないんですよ、ね、あー、うん、やっぱり、うんあの本当、なんて言うんでしょう、まあ、なんかちょっと悪いんだろうなぐらいの、あ<ー>でいずれ忘れちゃうんですよ、ねうん。はいだから、そうすると今度、同じことの繰り返しになるんですよ。あ はいね、なんで、それを言うっていうのと、あともう1個はですね、はいあの、これは対女性に対しても生きることなんで、あのはい、ちょっと覚えておいてほしいんですけど、はい、常に相手が何のためにそれしてるのかなっていうのを先に考えてほしいんですよね。うん、あ例えば、まあ、いつも言うことなんだけど、ビジネス面だけを考えたら、はい、あの楽しくニコニコしてもらってた方が続くんですよ。 うんうん、だから、正直、うん、会員数を増やそうと思えば、本当はあんなことしない方がいいんです。できてないのに、うん、ああ、ちょっと、まあまあ、惜しいねとか言ってた方が、乗せられて、うんあの、続いていくんですけど、うん、あのそれだと本当、1ミリも成長しないんですね、やっぱり、本人が本当になぜ悪いのかっていうところを考えないので。うん、だからほん、だからそういう、なんていうんでしょうね、うん、本当はそう。 した方が相手はメリットあるのになんでこんな厳しくするのかっていうふうにもう一段階ちょっと人がなんでこうしてんのかっていうのを考えるといいです。そうすると意味がわかってくるんで、あのーまあ、これはいずれつくらくんがこう大きくなって人を育てたりとか部下を持ったりとか、うん、子供を育てるとわかってくると思うんですけど、あのー、やっぱ叱る方が何倍も疲れるんですよ。あ 例えばメールサポートなんかもここと書く時間すらなんか本当は大変なんですよ。あ<ー> <laughs> うん、そこを突っ飛ばして文字数少なく終わらせた方が費用対効果というか、うん、僕の中の費用対効果は大きいので、うん、本当は削りたいぐらいなんですけどだけどその本人の成長って考えた時にそこを一手間と手間使って、うん、なんて言うんでしょうねこう 嫌われるリスク背負ってでも伝えないと伝えた方が本人にとってはメリットが必ずあるから、うん、それをやってんだろうなっていうのをちょっと大前提として進めていった方がいいですね。あそうですねすいそうすると多分今こう強い言葉の指導も全然違う意味で読めると思います。<laughs> あ,あなるほどねっていう感じで読めるはずなんで、ね、今はちょっと相手の言ってる言葉を結構そのまま真に受けちゃうタイプ。 まあ、そう,、ね、というか。はい。受けてしまってるんで、そこを、なんで彼はこういうふうに言うのかっていうところを、ちょっともう一段階汲み取って考えようっていうふうにすると、うんはい、ある意味、自分への言葉じゃないぐらいの感覚で読むといいですね。自分,も客<あ>自分を客観的に見ながら読むっていう。うんなるほど。はい。そういう感覚を持つと、はい、あの、なんて言うんでしょうね。こういうい まあ成長する間にそういう感情的なものでストップするってすごいもったいないことなんですよ。うすよね、例えば、うん、スクーラークなんか、はい、例えばコーデなんかも結構パパって早く12回でコツつかんで結構いいの作ってきたんですよね。であ,あのタイミングでやっぱりアプローチ活動すれば、うん、やっぱコーデって結構旬なんでその瞬間めちゃくちゃ刺さるっていう要素ってあるから、うん、あのタイミングで ね、ちょっと前だったと思いますけどあのタイミングでパパって活動しとけば結構もうもっと今レベル高いこと話をしてるんで絶対に。ああそうですね、うんうんうん。だからそういう意味でその次の行動が遅くならないためにもこ、はい、ういう風に指導とかも 例えば、私だけじゃないですね。誰からでもアドバイスに対してとか、注意とか、叱りとかに対して、はい、そのままダイレクトに受け取るんじゃなくて、自分も自分を客観的に見ながら、その言葉を受け入れるっていうふうな意識を。あ客観的に。あ、僕はこういうふうに見えてるんだなって、そう見えてる自分っていうのを自分も見ながら話を聞くっていう感じにすると、はい、多分、なんて言うでしょうね、そういったものを。 素直に、より再現性高く受け入れられていくんで。ああ、分かりました。うん、あの、本当スムーズでキューって伸びていく人って、あの、びっくりするぐらい、テップテシーですよ。すてぶテシーステぶてしシほ本当に。全然動じないですね。ああ<ー>。うん、ショックも受けない。<ー>だけど、はい、でもやっぱり次、言われたその次から、ばしって直してくるんだよね。 うん、だからあよくこう自分の中でそれがどういうことかっていうのを深く解釈する時間っていうのを作ってんだなっていうのは見ながら思うからうん、うんうん、あのー、思っ自分がスクラ君は絶対自分が思ってるよりもナンパとかもめちゃくちゃ上手くなるからうん、はい、あのー、ちょっとそれ大事に進めていってほしいですね。 あああかりりまましたはいいがとううございます、うんものすごくいいもうゴールが見えてるっていうかものすごくいいなんて言うでしょうねいいうん、うん、そうだね本当に光っていうかもう本当手に届くっていうところにあるから、はい、あ本当ですかうんうんなんではいうんもう本当と3か月とかでもいいからちょっと集中してはい集中してううん、うんで淡々とやっていくといいですよ はい。うん。やります。で、あの、ハイレベルな女性が苦手問題は、はい。これやっぱり自分の中で経験していく女性のレベルを上げていくしかないんですよ。うん。本当に。あの、はい。んなんて言うでしょうね、こう。まあ、なんでもそうですけど、一戦交えた、 これぐらいの相手と交えたってなると、やっぱりそれから先、うん、そこのレベルはもう楽になるんでうん、うん、そういうふうにやっぱ上げていくしかないんですよね。で、その上げていくために、こう、できるだけ失敗を減らして着実にいくっていう方法は、しっかり伝えていくから、うん、あ、はい、うん。そこはあんまり気にせずにっていう感じかな。わかりました。うん 大丈夫はいいい、けそういいきます <laughs> あのー、もう一個コツは、はい、やべえサボってんなって思ったらはいやっぱりこうどんなことでもいいから発声取れてもいいしその、うん、着がちょっとこう 髪型とかのアウトフィットとかの画像をつけて相談してもいいし、何かちょっと一個送ってみた方がいいよ。ああ、うん。自分であやばいこのままだとまた停滞しちゃう止まっちゃうって思った時に、うん、はい。ちょっとそういうふに利用した方がいいよ。ああ、はい、わ、うん、かりました。コーンって期間を空けない方がいいです、絶対。そうですね。うん。あのー、やっぱり行動し続けることって大事だから。 例えばこれからじゃあナンパガツガツやろうと思ってでもやっぱり持続しちゃったってなるでしょ、はい、でなっちゃった時にそこで絶対止めない方がいいそこでああって言って間を開けないでじゃあ実際にそこで声かけられないな声,声かけられないでまずこうでなり発声なりを進めてみて、はい、でその中でちょっと相談してみたりとかねあ<ー>それを必ず前進していくっていうことが大事だからはい うん、本当にすぐ止まっちゃうんですけど、少しずつ細かいことだけそうそうそう、続けていってで、はいその、やるべきことは分かってるじゃんか、だからその、うん、やるべきことさえ淡々と続けていって、その中でちゃんとすればあやっていけば、そのぶつかっていく質問も、その少なく自身が気兼ねなく聞けるからさ、<ー>うん、そこサボってんのに、このずっと動けなくって、地蔵なんですけど、どうすればいいでしょうかって、多分聞きづらくなるのよね。 うん、なんだけど、やるべきことをちゃんとやってれば、その過程の中でいけるから、うん。あ、確かに。はい、うん。そういうふうに使っていくといいですよ。そうですね。うん、大丈夫はい、大丈夫です。はい、もう、動こうって決めました。うん、わかりました。よかったです。はい。じゃあ、動くの待ってます。<laughs> あはい。あい, <laughs> いつでも使ってください。はい。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。いたします。 失礼します。はい、失礼します。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。